トムイゾートムイゾー発音、ゾウ。1955年1月30日イは、アメリカ合衆国ミシガン州、アイアンマウンテン出身のバスケットボール指導者で、ミシガン州立大学男子、バスケットボールチームヘッドコーチ。2000年に NCWA トーナメント優勝、ファイナル4進出6回、ビッグテンカンファレンス優勝7回の成績を挙げている。 米国大学バスケットボールの名称の一人として知られ、自身の率いるミシガン州立大学スパルタンズを過去15シーズン連続で NCWA トーナメントに出場させている。ミシガン州のアッパー半島にあるアイアンマウンテンで育った。NFL のヘッドコーチにもなったスティーブ・マリウッチと彼は高校時代アメリカンフットボール。 バスケットボール、陸上競技でチームメイトだった。ミシガン州マーケットにある北ミシガン大学に、進学、1973年から1977年まで、ガードとしてプレーした。4年時には、大学記録となる出場時間を記録、ディビジョン2のオールアメリカンに選ばれた。大学を卒業してから1年間は、高校のヘッドコーチを務めた。 1979年に北ミシガン大学のアシスタントコーチに就任1983年まで務めた。同年9月ミシガン州立大学のアシスタントコーチに就任1986年に短期間、タルサ大学のアシスタントコーチを務めた後、アシスタントコーチのマイク・ディーンがシエナ・カレッジのヘッドコーチに就任した代わりに、 ミシガン州立大学に復帰した。ジャド・ヒース・コートヘッドコーチが引退した後、1995年にミシガン州立大学ヘッドコーチに就任した。現在ビッグ10ンカンファレンスで最も長く務めているヘッドコーチとなっている。2009年11月29日、341勝目を挙げてヒース・コートが持っていた大学記録を更新した。 最初の2年間は9勝9敗で、カンファレンス6位、7位に終わり、NCWA トーナメント出場はならなかった。1998年13勝3敗で、ビッグ10カンファレンス優勝、NCWA トーナメント15年連続出場が始まった。これは現在、ディビジョン I のチームとして3番目に長い記録となっている。この間、35勝を挙げており、 彼以上に勝利しているのは、ロイ・ウィリアムズ、マイク・シャシェフスキーしかいない。1999年から2001年まで3シーズン連続で NCWA トーナメントファイナル4に進出したが、これは1985年にトーナメント出場校が64に増えて以来、彼以外に、シャシェフスキー、ベンハウランドしか達成していない記録である。 トーナメントにおける成績は35勝13敗で10試合以上戦った現役のヘッドコーチの中では第3位の勝率72.9%を上げている。同州のライバルミシガン大学には19勝11敗2000年決勝でフロリダ大学を89の76で破り全米チャンピオンとなった。ここ10年ほど NBA のアトランタホークス ニュージャージーネッツ、トロントラプターズ、シカゴブルーズ、クリーブランドキャバリアーズ、ニュージャージーネッツのヘッドコーチ候補として名前が上がった。2009年にはトーナメント決勝でノースカロライナ大学に敗れて2度目の優勝はならなかった。2010年6月にもクリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチ候補として名前が上がった。レブロン・ジェームズをコーチする機会に彼は悩んだが、 スパルタン・フォー・ライフの決意とともに、一週間後に、ミシガン州立大学のヘッドコーチを続けることを明らかにした。ありがとうございます。